それでは次に体勢を変えて、今度は頭の上の方から足をかけて頸椎2番目、頸椎1番目を操作します。まず頸椎1番目ですね。でこの時に軽く肩に手を添えてください。頸椎2番目で、頸椎1番目はもっとあれですね、上の方ですね、もう少し上の方の当たりを感じてそこを掴んでください。これは頸椎1番目。頸椎1番、2番、3番目、4番目、5番目、ここまででいきます。5番目まで。それからさらに今度内側に入ります。内側に、内側の靭帯、